皆さんこんばんは、北拓也です。前回の横浜散歩の最後にゆうじさんから発表させていただきましたが、今回から僕が仕切らせていただきます。ということで、北拓也の横浜散歩よっ。はい、今回は横浜橋通り商店街にお邪魔します。一緒に回ってくれるメンバーはこちらです。どうもどうも、お願いします。お願いします。お願いします。すいません。今日ゲストです。今日ゲストで中澤選手が来てくれているということで、北拓也の横浜散歩にゲストで中澤選手が来てくれているということで、ありがとうございます。で、和田選手と吉尾選手は2回目ということで、どうですか、意気込みなんかを。2年ぶりに、呼んでいただいたということで気合が入っております。頑張ります。緊張してる。緊張してる。まさか前回同様緊張してる。慣れないです、これは。吉尾選手どうですか。今回自分は追加招集ということなんですけど、得意の力強いな。前回の反省を生かせるように頑張りたいと思います。西山選手、まあ、初参加ということで、まあ初参戦ですけど、まあ、少しでも印象に残して、まあ、次回また呼んでもらえるように頑張りたいと思います。挨拶代わりに言っとく。まだ大丈夫です。大丈夫です。いいの？ MC、 今日の MC すごいですね。振りが。振ってくるな。ゆうさん大丈夫ですか？振りづらいな。スペシャルゲストなんで、ちょっと、はい、まさか自分の散歩に出ていただけるなんてまさか思ってなかったので、まあなんかちょっと一言いただければ。そうですね。今回はですね、いろいろと打ち合わせとかも全くしないで、もう木田さんにお任せだということで、ものすごく楽な気持ちで来ております。今日の木田散歩。多分この中で誰よりも楽しみにしてるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちなみにですね、今日本当はですね、もう一人ね、まあ、ゲストというか来てくれてる選手はいたはずなんですけど、そいつ急遽こいつなんですけど、これだけないこいつ急遽これだけないました。作ったんですね。まあ、わざわざ作っていただいて、一応ね、彼のコーナーも作っておいたんですけれども、急遽ドタキャンということで、今回は彼なしでいきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。しょうがないですね。そうなればなるべく。すいません、誰かちょっと撮らせていただきます。いいですね。流れ全く関係ない感じで、ね、じゃあ、まあ、じゃあ、とりあえず限ってきました。じゃあもう、どうぞどうぞ。とりあえずハリケーンを起きたそこだけ、もう一枚来てるよ。光ってないけど、まあ、大丈夫ですか。頑張ってくださいね。もう終わりっすか。頑終わり締め、締めかな。じゃあ以上をもちまして、北拓也の横浜散歩終了。早速宣伝浴びてますけどね。早速ぶった切られちゃったんですけど、じゃあ負けてます。まあ、せっかく。じゃあ、はい、せーので開けますか。せーので。じゃあせーの。はい。ああ。じゃあ見せてみてください。僕は吉でした。はい。これ何なの。中吉じゃないですか。中吉？中吉ですか、これ。中吉、逆から。はい、吉野。お前は？小吉です。ああ、中吉です。一緒。小吉です。みんな何にもねえ。吉の方がいいんでしょ？小吉より吉の方がいい。大吉、吉。はい。ああもういいですよ。ありがとうございます。これ後ほどだったんですけど、まあ、先いただきます。はい、ありがとうございます。ということで、いただきます。熊手ですね。熊手ということ、勝ちを引き起こしちゃった。なるほど、うまいですね。なるほど、うまい。うまいっていうことは、これをじゃあ西山選手、ありがとうございます。小吉ということで、これを持ったということで、いいことあるんじゃないかなということで、じゃあ次行きますか。行きますか。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様です。改めまして、木田拓也ならぬ中澤裕二の横浜散歩、行ってみたいと思います。はい、行ってみます。行ってみますか。まだまだこっからだから、こっから。早速ぶった切られた。おすすめのキムチというか、ですね、今は旬の牡蠣、はい、生牡蠣のキムチ。生牡蠣のキムチ。生牡蠣のキムチなんてあんだことない。
食してみたいな。お腹空いてるっす。まあ、ちょっとお腹空いてるんで。あ、じゃあお腹空いてる。小腹空いてるんでキムチ。じゃあ西山選手。待って待って、カメラマンさんに向いてちゃんと見せて、うん、キムチをいただき、生牡蠣のキムチ。生牡蠣のキムチです。ちょ初めて食べます。いただきます。どうでしょう。あ、すごい食感がしっかりしていて、最初入った感じはちょっと甘いかぐらいの感じなんですよ。ね。ありがとうございます。誰に？関さん。お前しか食べてないから。もう噛んだ感じは全然甘いんですけど。口の中に残るのが吉野選手いってみようか。後の方から辛いな。長いな。後の方から辛が来るからね。辛めのやつあります？辛めのやつは先ほどの罰ゲーム用。罰ゲーム用青唐辛子。あ、じゃあ罰ゲーム関係ないけど青唐辛子いってみようか。関係ないけど行ってみよう。早くないですか？早いとかない。もうすごい辛そう。なんか色が違う。え、一番辛い。じゃあいただきます。全部いこう。全部。そう。で、美味しいんじゃない？美味しそう。まず、はい。カメラ目線。そう。どうでしょう？あ、意外と。はい、全然大丈夫。まあ。おお。いけんじゃん。よく噛んで。思ったより、こんな。よく噛んで。で、もう一個、もう一個。食レポして。睨みつけてる。睨みつけてる。ガンつけてない？睨みつけてる。味どうほら。美味しいっす。うん。で、どんな味？いやもう、うん、火出そうっす、口から。見てて、本物ね、本物見てて。ね、あいう、ね、本物見たい。本物見たいよ。これやばい。本物見たい。やばい。痛い。これありますよ、これ ね。これはやっぱり一口でいくのは男ですからね。お前で。一口。まあ意外に、うん、まあ、辛いのが苦手な人でも、うん。うん、まあ食べやすいっていう風になって、これ辛い。これ辛い。辛いのを体で表現して。どんな感じ？ 3、2、1。辛い。なんこれこれ。やばい。余裕やで。辛いこれ。体にいいんですか？これ発汗作用。ああ、なるほど。発汗作用あるか。じゃあ食べたい。いや、なんか辛いの強いらしいんですよ。本当に？じゃあ言ってよ。いや、ずっと、いや、俺辛いです。大げさだなと思って。なるほど。じゃあいただきます。迎えに行った。あ、そうっすね。うん。この二人が、なんか辛いって言ってるのが、ちょっと、よくわかんないです。普通に美味しい。もうずっと食べてください。味をなんかずっと咀嚼してれば。20年生きてきて一番辛いです。それさ、上とあやちゃんの時も言ってなかった？それ20年生きてきて一番綺麗でした。お前20年っていうフレーズ好きだ、ワードが。全然生きてないぞ、お前。マーシ君どうすか？どうですか、マサシ君。お茶もらっていいですか？辛かったんか。辛い。やっぱ後輩がさ、こんだけ体張ってるんだから、先輩のいいとこ見せたいなっていう思いがあるんじゃないかな。やっぱ木田散歩ですしね、今日。辛そうっすね。ちょっと1個いただけますか。ずっと。行くんすか？辛い、これ。あ、辛い。全部行きましょう、一口で。さすが。しょっぱなは行きます、しょっぱなは行きます。さすが、冠番組持つと違うね。あ、いい。先っちょ出てる。いい。俺、実は辛いの強いんで。普段、結構タバスコとか入れたりするんですけど。うん、これは辛いです。いつもと同じ顔してる。変わんない、いつもの顔が。はい、ありがとうございました。やばい。あ、これは辛いわ。じゃあ次行きましょう。ずっと辛い。すごいね、ユーたち。やばい。みんな辛いですけど、まあ、世の中10月の終わりということでハロウィンです。はい。なのでせっかくなんでね、ハロウィンの雰囲気をみんなにもちょっと味わってもらおうと思って、そちらのお店に行きたいなと思っておりますので、行きましょう。西山。はい。西山だけに。タイガーかぶっちゃう。タイガーかぶっちゃっていいんじゃないですか。タイガーで。ちょっとしょってみたい。タイガーは誰にも。しょって。はい。トラのリュックをしょっていたタイガー。で、はい、こっち見てもタイガー。はい。で、こっち見てもタイガーということで、はい、このリュック、すごい背負い心地が良いです。はい。どうすか？それを背負ってね、かわいいよ ね。あくまでこっちがかわいいだけだよ。こっちだけ。前をハート食べます。前を見ても、はい、
よしよ、はい、後ろ向いて、後ろ向いて、何回ファンだ、はい、折れます。和柄があるんですね。あ、すんごい、この辺もどうですかね、はい、着やすいんで、はい、でも黒っていうのがあれなんで、せっかくなんでこっちの色、マリノスカラー、マリノスカラー、確かに、青白赤で、いやもう似合うな、ぴったり、あ、そういう感じなんだ、いい、え、めちゃくちゃ似合う、いいじゃないですか、めちゃめちゃ合いますね、かっこよ、かっこじゃないですか、あ、いいですね、かっこよ、フードなんかかぶっちゃったね、この人っすか、フードはちょっと髪崩れるんでかぶれないですけど、はい、今髪セットしてるんで、すいません、まだまさし選手、これもなんかおすすめらしいですよ、あ、これいいですね。あ、長いな、結構、あ、じゃあ失礼します、逆にじゃない、あ、全然、あ、似合うわ、似合うわ、日本人ではいないね、あ、いい、似合って似合ってる、マジで、お、いいね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 、すげえラップかましそうだよね、それで、それで、じゃあまさしが久しぶりのラップを披露して見ちゃおうかな、イエーイエーイ、入った、ヨーヨー、イエー、これ着てるの、ライカガン、いえ、お前のこと一発殴ってさせちゃうぜ、ダウン、おい、おい、いえ、ここは街並みタウン、おい、おいえ、俺が言葉を吐くぜ、うん、うん、バトルしてん最後、オチが好きだ、どうですか、その、まあ、自分と同じ名前の動物を、まあ、背中に背負うことができて、まあ、これでもうこのタイガーのように僕も強くなりたいと思いますね。どうですか？詰まってんな、詰まってんな。え？詰まってんな。どうすか？いや、これもう明日から俺これで練習していきます。本当だなお前。本当？俺チェックしてるからね。俺も見るよ。実はこういうのちょっと着てみたかったんで。いや似合ってるよ。これを機会に。しかもあったかいし。ね。よかったよね、まさし、ちょっと欲しがってたもんね、そういうのね、はい、これからの季節いいよね、はい、ね、ちょっとこういう派手めなのを着てこうかな、うん、ちょっと後ろ、似合いますよね、なんか本当にすごいわ、恋がもう流行る可能性ありますよ、こういうのも着てこうかな、多分ね、木田選手憧れてる若手多いんで、はい、なので、はい、こう、はい、で、若手が多いと思う何食いたいか言ったら、なので多分、明日から一人ずつ増えていくんじゃないかな、僕は思います。今日ね、ハロウィンのちょっと前なんで、はい、この通りを歩いてる人たちにキャンディーを配っていただければ、よかったね、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、いいんですか、いただいて、どうぞどうぞ、ありがとうございます、じゃあしっかりとみんなで子供たちに配っていきましょう、はい、子供たちばっかりじゃなくて、はい、ハッピーハロウィン、あんたら貼らなきゃ、やっぱりさっきキムチを食べてちょっとオプションなんかもね辛いと思うんでちょっとさっぱり、はい、こちら、いやありがたい、ありがたい、順番が、え、みかん食べてこれ食べてこれだって、あ、順番、いただきます、びちょびちょ、じゃあカメラを見ながらちゃんと食べてください、やっぱ落としすぎだからね、ミシアの甘いよね、しょ、あ、美味しい、甘い、甘くて甘くて、もうキムチの辛い後のなおさら染みますね、はい、西山選手、食い方なんなんですね、はい、とってもこんな甘いものだとは知らなかったんだ、表現、体で表現、体で表現すると、はい、まあ、普通の甘いがこんぐらいなんですよ、もうこの柿こんぐらいっす、なんか落ちてる、なんか落ちてるよ、じゃあそれを踏まえて、じゃあいただきます、踏まえて ね、甘さがこんぐらい で二勝選手の甘さがこれぐらい、二勝です、二勝ですこの柿、種がないんですごく食べやすいです。食べてね。で、それを食べた上で、シャインマスカット。うちの契約農家の横山農園ってところのシャインマスカットでちょっとこだわってます。召し上がってもらえれば。横山農園さんのシャインマスカット。はい。これはまあ皮ごとですけど。まんまいけます。まんまだそうです。美味しい。うんふん。種入ってないんですよ。おお。シャインマスカットだけ。ね。再々放送ですかこれ、再々全部、ちょ、すいません、俺の番だからいい、すいませんすいません、もう一応皮も剥かなくていいし、うん、そのままもう甘さの段階がちょうどですね、みかん、柿、シャインマスカットって、うん、計算され尽くされたね、なるほど、順番、
最高です。はい、じゃあ和田選手。いただきます。嬉しそう。うんうんだよ、漏れてるから。あ、わかるでしょ。わかります。ね。しかも噛んだ瞬間に甘さが口の中でと弾ける。なこれは。ぽやえ。ぽやえ。予想外の効果音だった。よよよ。弾ける感じがたまらなく美味しいです。口中にね。はい。はい、なるほど。じゃあもう一緒に行っちゃう。あの、うん、一緒に吉山選手、また吉尾です。はい、で一緒にやって、もっと寄せて、もっと寄せて、もっと顔を寄せて、一緒にそれで喋って、早く一緒にガチで嫌がっている。早く一緒に、早く感想、そう、感想、早く買いな、甘そっち行かないで、はい、とっても甘くて、うん、やっぱこれが甘さってこういうもんだなっていうのを教えてもらいましたね、うん、近い、怖っ いや、種なくて本当に食べやすいですし、そうですね、もう20年生きてきて一番甘いマスカットでした。そうだよね。そうだね。はい、ありがとうございました。着地した、着地した、ちゃんと本当に怖かったんですけど、こう見てくれた方へのプレゼントをお願いしてるんですけど、放送が12月なんですね、うん、なので12月が一番旬だなっていうフルーツは何かに、まあ、みかんですかね。みかん、はい、あ、偶然手に持ってた。みかんです、はい、偶然持ってましたね。ちなみに先着何名様とかありますか。先着10名。あ、10名でございます。先着10名様に、じゃあこの放送を見て徳永さんに来ていただいて、プラスアルファ西山のこの一発芸をやっていただいた方、先着10名様にこのみかんをプレゼントしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんご来店のお待ちしております。じゃあ西山選手お願いします。これをやってくれて、これをやってくれたらこのみかんがもらえますってことで、みかんも一応私も、うん、みかんも買うときにみかん込みで、ね、みかんを買うときにもう聞くまり見ましたと、ね、この放送見ました、わかりやすいやつね、みかん欲しいな、あ、みかん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 は皮をむかなきゃ、あ、いかん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 、これ投げ、いや結構長くない？結構長いしさ、今考えたらすごい、結構長いし、動きもさ、ということでみかん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 皮をむかなきゃいかんいかん、オッケーオッケー、じゃあそうしましょう、まあ、それを言ってもらえる、それを言っていただいた方、はい、みかんみかん皮をむかなきゃいかんいかんっていうのをやっていただいた方、先着10名様に、こちらの美味しいみかんをプレゼントしたいなと思っておりますので、ぜひ皆様お早めにお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みかん、みかん。ただの親父ギャグ。みかん、みかん。動きつけただけだけだよ。お父さんは？お父さん。お母さんは？おかん、おかん。電車は？電車は？ガタンゴトーン。いいね、いいね。切れてるね。ここの腕気になるよね。何売ってる？酒屋さんなのにポスターが売ってる。アグネスラム。買いたい。吉尾選手は、はい、まあ、前回ね、はい、グミ王子商店街の時に、まあ、そうですね、こう放送できなかった部分があるわけじゃないですか、早送りで、ね、なんかありましたね、そういえば今回は、まあ、そこは放送、ね、できるということで近況報告をしていただけると、近況報告大事よ、はい、近況報告最近充実しているということで、まあ、俺も聞きましたね、それはどんな感じで充実してるっていうのは、まあ、一人暮らしも始めまして、うん、何のために？いや、まあ自立するために。でもやっぱ一人暮らしすると楽しいこともいっぱいあるよね、うん、例えば、まあ、例えば誰かが来てくれるとか、いや誰かがご飯、おこんにちは、ね、チーム分けします、はい、はい、木田、和田、はい、やっぱここは西尾対南、そうすの、まあ、もう一人みたいな一人みたいなもんだ、ね、ってる、木田選手と和田選手意気込み、意気込みお願いします、お願いします、いや、もうお願いします。今よりハロウィンっぽいものを作れればと思います、期待してください、はい、じゃあ西尾と吉山、いや、混ざった混ざった、吉尾と西山です、対南と海賀、あ、どっちも混ざった、海南と対賀です
かよよくタイガタイガ肩組め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 肩頑張ろう。これも一応先輩だよ。これ一応先輩。ということでお願いします。先輩。先輩だよ。ここがあのこういう重いものなんかはハリケーン。ハリケーンで。可愛いこれ。これ刺すでしょ。これ刺すの。これ今ちょっとね待ってる間もあれなんで、ちょっと今回なんでこの4人で来たかっていうのをちょっとお話できればなと思うんですけど、まあ木田選手はねいつも通りこうほぼレギュラーということで今回も助けてもらおうかなということで木田選手参加していただきまして、で和田選手はもう2年ぶりということで、やっぱりこう木田選手イコール和田選手みたいな感じのこうイメージがあるので、今回もちょっと和田選手に来ていただいて、マリノスのねファンの皆様に和田選手のまあ元気な姿を見せればなということです。で、吉尾選手、本当は吉尾選手ではなくて遠藤啓太選手だったんですけども、遠藤啓太選手が、まあ、ちょっと怪我をしてしまいまして、今回急遽出れないということで、じゃあ僕が啓太君の代わり出ますよということで吉尾と、もうかなりやる気満々で来てます。で、西山選手、1年目のまあ西山選手だけなぜ来たかというと、今僕と今一番一緒に長くいるのが西山選手なんです。ディフェンダーとしてちょっといろんなことをね、まあ、僕の方で教えてる段階なので、今回もちょっと西山選手をちょっとチョイスさせていただきましたということで、今回この4人で来ました。3、2、1、終了。はい、ちょっと待ってください。はい、終了。もうおしまいです。じゃあ木田選手、和田選手の作品です、はい、こちらです。じゃじゃんと、こちらのポイントは何かありますか？ポイント、はい、いやもうハロウィンっぽさですね。どの辺が、まあ、色といい、まあ、系統は紫とオレンジをベースに、そうベースに、まあ、ちょっとこういう実なんかもアクセントで加えながらって感じで、ちょっと殺風景になりすぎないような工夫、うん、こういうのもちょっと、うん、そうですね、ちょっとパンチあるようなやつを入れてみたり、ちょっと妖怪じゃないですけど、うん、であとこういう配置もうちょっと気使ってみたっていう感じですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあお願いします。なんか順番、まあ、まあテーマはハロウィンってことだったんですけど、まあ、そう2人の最初の意見としてやっぱちょっとトリコロール入れたいみたいな、そうですね、意見が一致して、やっぱりハロウィンだよ、ハロウィンだよ、マリノスハロウィン題して、違う違う題してマリノスハロウィン、ないない、そのいやまあこのハロウィン感あるオレンジを混ぜつつ、ね、まあ、ハロウィンのカラーでもあるという紫っぽい青を入れて、うんうん、白は青白赤を作りました、うん、トリコロールで作り、トリコロール、やっぱ、まあ、殺風景になりすぎない、殺風景になりすぎず、コメントばかり、コメントばかられた、アクセントとしてこの身と身とかもアクセントで入れて、うん、身とかそういうじゃ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 よいしょー、西山芳雄のマリノスハロウィン、やっぱ決めたいと思います。トリコロールっすね、やっぱ。やっぱマリノスカラーを入れたっていうところがやっぱ第一のポイントだったと思いますし、まあ、全体的に綺麗にまとまったかなと僕の第一印象で決めました。なのでこちらのマリノスハロウィンしたいなと思います。ありがとうございます。ハロウィン、まあ、ハロウィン残念だけど、残念だけど、まあ、ちょっと俺の中ではちょっと紫が主張強すぎたかなということで、今回は負けてる。いやいや、まあそういう点でいくと、まあ紫はマーシーが入れたいって言ったんですよ。いやいや、だからまあそれをに従って作っていったじゃん。3本はいらなかったっす、マジで。違う違う違う、お前が…え、マジで3本は入れたいっす。ちょっと待って、俺の番。見解も見解も、見解も見解も。こいつ紫入れたいって言ったんですよ。だから紫入れて、俺はこういうかぼちゃとかの色に系統合わせて、まあこういうバラとかもいいしって攻めたら、まあ、ちょっとなんか、いやでも俺は3本はやらないですかみたいな。これが限界。まず、まず、俺の意見はどうした？俺の意見はどうしたの？ひなくやめようよ。そういう時はさ、もうなんか先輩の意見を尊重するみたいな姿勢は欲しいよね、俺は。いやでも そんなもう花選びに関係ないじゃないですか。いや関係ない、でも結果負けてるから、聞いた結果負けてるから、お前話を聞けよ。聞いた結果負けてっからな。それ先輩のせいじゃないですか。いや、人のせいにするのは簡単だから、お前いい加減でしょ、お前いつもそう、お前は、うん、毎回これやんないとダメ。いつ行く、いつ行くみたいな、俺らも。もう
このタイミング伺いつつみたいな。あ、柔らかい。しかし相変わらず柔らかい。ありがとうございます。しっかり柔らかい。ありがとうございました。お騒がせしました。肩とか組んでもいいんだよ。肩、もう絆生まれちゃってるじゃないですか、ね、もう。それはもう。どうですか、2年ぶりのキス。いや、長かったっすね、たどり着くまで。しかし、相変わらず柔らかい。ねえ、もう。状態いい。状態いい。状態いい。このために、あのチーム分けと、このお店ですからね。最後、こちらのお店に行きたいなと思います。最後にね。フグを食べに来たわけなんですけれども、先ほどお花屋さんで何のための勝負をしたと思いますか、あれは。え、全員がフグを食べれるわけではないんですよ。ではない。え、あそこでなぜなぜ勝ち負けを決めたかというところが大事だよ。勝ったのは、勝負に勝ったのは西山ペア、はい、でも俺的にはだよ、はい、勝負じゃなくても、やっぱりお前ら2人、そう、記憶に残ったのはお前ら2人だと思う。だから食べれるのは、木田正史。あらぁゆうさん。あらぁゆうさん。え、ゆうさん。おい、頑張ったかやったな、俺ら。またしましょう。あの勝負、何人生初フグ。ただ、ただだよ。何も食べれないわけじゃないもん、お前らも。なんと、フグと同じぐらい。同じぐらい。同じぐらい。美味しいものがありますね。土壌でございます。土壌、だから土壌を道場、はい、ってことなので、え、土壌を使った料理を食べられます。どうぞ。はい、どうぞ。すげー、そのまんま。これはなんていう、そのまま土壌。いいよね、土壌ね。俺昔土壌飼ってたことあるんだよね。あれすごい。あんま食べるっていうのはね。それでは皆さん、いただきます。いただきます。いただきます。いや、本当にこれね、俺も楽しみにしたからね。前回うなぎでね、今回フグで、なんかだんだんと豪華になるよね、坊さんもね。締め楽しみになっちゃいますね。うなぎ来て、フグ来て、次なんだろうねってなっちゃうよね。何行けばいいんですか。いやー、希望、やっぱ俺やるわ、3本。お願いしたいっす。これが楽しみ。すぐいただきます。木田くん、ですよね。いや、俺40年生きてきた中で一番うまいフグだね、どっかで、ね、来年だぞ。バグ生きてる。20年。お前全然よ。お前全然よ。全然よ。経験値が違いすぎる。やっぱりは。土壌と卵とこの山椒のピリ辛さがいいアクセントになった。ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛、ピリ辛。カイナ、カイナ、取ってやるから。ゆうさん、フグ取ってやる。フグ、うわ、やった。いやー、お皿取って、やった。20年生きてきて初めてフグ食べます。ゆうさん、ありがとうございます。さ、白菜、これ白菜で。ねえ、ゆうじさんに取ってもらうってお前ないよ、そんな。西山、ほら、フグ、すいません、いただきます。どの角度から見ても絶対フグなんですけど、まあ、初めて食べるのでいただきます。まあ、他のフグがどうかわかんないですけど、まあ、限りなくネギに近いと言いますか。ちょっと木田散歩やってみて、西山選手どうでしたか。まあ、そうですね、初めての散歩参加ってことで、まあ、すごい緊張しましたけど、まあ、すごい自然な感じでリラックスしてできたので楽しかったです。緊張したあれ、はい、楽しかったです。まあ自分は2回目ということで、まあ引き続き、アピールし続けて。じゃあ和田選手、第3、和田選手、和田選手どうですか。参加できる、頑張ります。和田選手、2年ぶりに参加させていただいて、やはり一番は木田君との感触を感触をとか言うな、生々しいだろ。思い出せて、なんかドキドキしてます。責任重大な、はい、ゆいさんから受け継いだということで、はい、
ね、MC 最初しかやってないです実質、まあ、今回はちょっと良かったなと思ってです、はい、まあそのゆうさんの大変さ、はい、また進行のね、あのみんなに気を配りつつってところで勉強になったので、はい、まあ、次はもっとうまくできるように。じゃあ2回目もじゃあ2回目平田くんの横浜散歩になったら参加するしかないんでもう、はい、そこは、はいはい、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。西山選手のサインを入れて、ものすごくこう特徴のある模様のガウンと、はい、北選手が着ているパーカーですか、これは。はい、これはです。じゃあもしもうサインが欲しかったらこれを着てファンスに来てください。あ、はい、もうそしたらもう和田選手必ず書きますので、で北選手も必ず書きますので、はい、ぜひ皆様ご応募ください。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。また来年。バイバーイ。かぶってるの。